梅津金一辞典にて、梅津金一は、日本の政治家、教員、実業家、群馬県出身、群馬市販学校本科卒業、日本社会党参議院議員、初代群馬県教祖初代委員長、日本タイライト工業社長、西川コンクリート顧問、森産業株式会社顧問及び、相談役、株式会社水蘭会長、1898年、 元前橋藩士、梅津光二郎と等、元前橋藩目付、赤氏や長女の長男として、前橋市高田町、現、文京町一丁目に生まれる。1913年、教員養成所に入所し、翌年桂ツ小学校補助教員となる。1920年、群馬市藩学校本科卒業とともに、桐生市北小学校に赴任した。1917年、 高崎市立片岡中学校初代校長に就任。同年、第1回参議院議員通常選挙で、群馬県選挙区より日本社会党公認で立候補し、当選。厚生上任委員長在任中に、日本赤十字社法の制定をはじめ、児童福祉法、国民に栄養改善法、優生保護法改正、異家族援護法改正案の各法の改正。 義務教育の6.3世完全実施に関する決議等に関与した。1953年、セメント製公質タイルの製法特許を取得、東京都より、発明奨励賞授与。翌年、日本タイライト工業株式会社を東京都板橋区、前野町に設立し、取締役社長に就任した。1978年、株式会社水乱会長に就任した。 参考文献、人間、梅津金一梅津金一回送集、工芸新聞社国立国会図書館像。ありがとうございます。